キロロリゾート。キロロリゾートは、北海道よい郡赤井川村にあるリゾート。浅里竹と、長峰武市の斜面にあるスキー場をはじめ、自然を生かしたアクティビティなどを楽しむことができる通年型のリゾート施設となっている。株式会社キロロアソシエーツがスキー場とアクティビティ部門。株式会社キロロホテルズがホテル部門を運営している。浅里竹山頂、ニーサの金。 キロロリゾートとして恋人の聖地に選定されている。キロロリゾートのオープンは赤井川村の過疎化対策に一定の役割を果たし、存在が4倍になるなどの大きな影響を与えたとしている。親会社である太陽国の不動産会社、プロパティパーフェクトは、コンドミニアム、ユキロロやコンドミニアムとスキー場を結ぶリフトとコンドラを建設しているほか、 キロロ2020ロードマップとして新たなホテル、ビラやコンドミニアム、娯楽施設などを整備する計画を発表した。キロロは、アイヌ語の、心、力、才能などの意味を持つ、言葉の響きをヒントに名付けられた。なお、キロロと読む地名は、ウラホロ町に、キロロ、本別町に、イアトモがあり、それらの名称の由来には、キロ、オヒクル、キールオーアルユー。 人が踏み固めた、広い道、山田秀造、尻橋補説、キロロ、キロロ、勢力、長田方小説、ピカラ、オロ、パイオロ、小石、大井、松浦武四郎説などの小説がある。女性デュオ、キロロのグループ名は、ボーカルの玉木千春が小学生の頃に、地域交流で、北海道池田町に行き、耳に残った、アイヌ語、キロル、人間が踏み固めた、 広い道や、キロロアン強い健やか盛ん大きい、固くなの言葉の意味や響きに惹かれたことに由来している。同じネーミングが縁で1998年、平成10年には、キロロリゾートとタイアップしたほか、2004年、平成16年には、キロロリゾートで、ファンの集いとコンサート、ユンタクサビラボリューム3を開催している。赤江村の産業は農林業を中心としているが、 社会経済の変動による人口流出に歯止めがかからないため、1984年、昭和59年に赤井川村総合計画を策定し、尻ベ市広域観光の一角として観光に力を入れる施策を立てた。同年、ある企業から村内にスキー場を建設したいという申し出があり、村と共同で赤井川村森林リゾート開発協議会を設したが、 国有林を活用するため、企業側の事業計画に沿った開発をすることができず、1986年、昭和61年に開発を断念した。そこで、赤井川村は、スキー場の開発に関心のある企業を探し、1987年、昭和62年に、日本学器製造、現在のヤマハと共に、赤井川村森林レクリエーション協議会を設立して、 浅里竹西部にある国有林を開発するという計画に着手した。1988年、昭和63年に、ヤマハは100%出資の子会社、ヤマハ北海道リゾート開発を設立したほか、当時の林野町は国有林を活用した開発をする場合は、地方自治体が開発主体に加わることを求めていたため、ヤマハ、ヤマハ発動機、 ヤマハ北海道リゾート開発に赤井川村も出資した第三クター赤井川森林レクリエーション開発公社1991年にキロロ開発公社と会社を設立した。そして林野町が推進していた森林空間総合利用地域ヒューマングリーンプランに北海道で初めて認定された。1989年 平成元年に国有保安林の解除手続きが完了すると赤井川森林レクリエーション開発公社はスキー場の工事を開始した。またリゾート開発の名称をキロロとすることが決まった。キロロのリゾート開発はスキー場のマウンテンエリア、テニスコートや多目的スポーツ広場のレクリエーションリア、会員制ホテルと飲食、ショッピング街を中心とするキロロタウン。 約2 0トル離れた富田地区を開発するゴルフエリアに分けられ、このうちマウンテンエリアとレクリエーションエリアの開発を赤井川森林レクリエーション開発公社が担当し、キロロタウンとゴルフエリアの開発をヤマハ北海道リゾート開発が担当し、1990年平成2年に北海道から特定開発行為が許可されるとゴルフ場の工事が始まったほか、 1991年、平成3年には、キロロタウンの工事が始まった。そして、同年末に、スキー場、キロロスノーワールド、ホテル、マウンテンホテルと、マウンテンセンター、多目的スポーツグラウンド、スノーモービルワールドがオープンした。オープン当初の2ヶ月で、スキー場には15万人弱の入り込みがあり、マウンテンホテルの稼働率も100%近くとなるなど、 好調なスタートを切ったが、すでにバブル崩壊が始まっていた時期であり、1992年、平成4年には、ヤマハ北海道リゾート開発の親会社であるヤマハの業績悪化に伴う人員整理問題によって、キロロのリゾート開発を進むしていた川上博氏が社長の職を辞し、キロロタウンに予定していたリゾートマンションなどの建設延期を発表した。1993年、 平成5年には川上が兼務していた、キロロ開発公社の社長も、大となった。同年には、ゴルフ場、キロロゴルフクラブ、ホテル、ホテルピアノや、キロロタウンがオープンした。ヤマハ北海道リゾート開発は、ホテルやゴルフ場のリゾート会員券販売で、投資の早期回収を見込んでいたが、バブル崩壊によって、投資金額である、約330億円の半分以下となる。 約120億円に会員券の販売が止まっていた。同社の1993年度、平成5年度決算では累計損失が42億6、0円となっており、約150億円の債務超過に陥っていた。そこで、1994年、平成6年に、ヤマハ北海道リゾート開発は、兄弟会社、ヤマハリゾートに営業券を譲渡し、 翌年に会社を生産した。一方、キロロ開発公社もオープン以来の経営赤字が続いており、累積赤字が50億円を超えて、超単価利入れ金も約150億円まで膨れ上がっていたが、これらは各種施設の工事代金約208億円の支払いで生じていたものであった。百九十五年、平成七年にキロロ開発公社は臨時株主総会を開き、 原資と増資による経営再建案を議決した。これは、資本金80億円を20億円にまで原資し、差額を前年度末にあった累積損失62億円の処理に充てる。そして、第三者割当増資によって20億円の増資、ヤマハが18億円、赤江川村が2億円を負担を行い、資本金を40億円とした。これにより、 ヤマハのキロロ開発公社への出資比率が60.3%になり、連結子会社となった。さらに、借入金を削減するために、多目的スポーツグラウンドなどの施設をヤマハリゾートへ売りしたほか、人件費の削減などを行って、単年度の損益を改善した。こうして、キロロ開発公社の事業は、スキー場のリフト運営とホテルの賃貸業に特化することになった。 他方、ヤマハ北海道リゾート開発の生産時ロロ、開発公社の経営再建に大きな役割を担ったヤマハリゾートであるが、国際競争やバブル崩壊の影響で業績が低迷していた状況の中で、キロ再建への負担がより経営を悪化させたため、ヤマハが1996年、平成8年にヤマハリゾートの支援策を発表した。2000年、 平成12年にキロロ開発公社に対するヤマハの持ち株比率が61.6%から94.3%となり2002年平成14年にヤマハはヤマハリゾートを九州合併2003年平成15年にキロロ開発公社の赤い側村出資分を買収して100%子会社としたほか2004年平成16年にはキロロ開発公社を 九州合併するなど、ヤマハ本体で、リゾート経営を支える体制をとってきたが、2007年、平成19年にキロロを含むリゾート4施設を三井不動産に譲とした。2012年、平成24年には、太陽国の不動産会社、プロパティパーフェクト、PF が、日本の企業再生コンサルティング、リプロジェクトパートナーズとの合弁会社、シェアグープを通じて、 運営会社の株式会社キロロアソシエーツを買収した。2015年、平成27年には、マリオットインターナショナル開業当時は、スターウッドホテルリゾートと、ひさげし、マウンテンホテルを、セラトン北海道キロロリゾート、ホテルピアノを、キロロトリビュートポートフォリオホテル北海道にリブランド、した。客室レストランその他、客室レストランバーマイスその他。 新千歳空港、札幌駅、小樽駅や大樽蓄港駅などから事前予約制のバスを運行している。また、シェアトン北海道キロロリゾートからキロロトリビュートポートフォリオホテル、北海道まで約500メートル離れているため無料のシャトレバスを運行している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。